やあ、僕はシマウマ。シマシマだからシマウマだ。ところで僕らシマウマの島ってみんな同じだと思ってないかい？それが違うんだ。種類によって違うのさ。こちらはサバンナシマウマ。ずんぐりした形をしているよね。サバンナシマウマはお腹までしっかりと島が入っているよ。こちらはヤマシマウマ。ヤマシマウマもお腹は白いよ。で、こちらがグレビーシマウマ。一番大きなシマウマだ。こちらもお腹は白くなっている。あとグレビーシマウマは島が細いのが特徴だね。ちなみにシマウマの島の下は何色か知ってる？答えは黒。シマウマの地肌は黒いんだよ。今日のまとめ。シマウマの島はシマウマの種類によって違う。今日も見てくれてありがとう。またねー。